上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらバニーマートの水まんじゅう、宇治抹茶きな粉を食べたいと思う。プルプルしていて美味しそうですね。中に結構入ってるような印象なんですけど、これは食べ応えがあるのかな。いや、水まんじゅうに食べ応えはないか。まあ、それは置いて食べれば分かりました。ではチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずはきな粉の方からいただきます。それぞれのあんの風味が口の中にうわっと広がってきて、プルンとした食感が良くなっていて、とっても美味しかったです。宇治抹茶の方はほろ苦くて甘さ控えめ、きな粉は香ばしさなのであったので、どちらかというと甘いものに向けているよりは和菓子が食べたい方向けの本の商品ですね。甘さはかなり控えめなので、その甘さはもっと感じたい方がいまいちかもしれませんが、自分はこれで良かったと思いますので、こちらも点数とさせていただきます。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。